こんにちは。小中高年の味方、正義です。今日はですね、新たに私がですね、今年の目標としてですね、ピクスターのですね、写真投稿したいと思って、ちょっとカメラを買いました。これはですね、やっぱ技術とか、いりますので、まあ、今年1年はですね、いろいろ、まあ、勉強して、来年から投稿できればいいなと思ってます。まず商品をですね、紹介させてもらいます。こんな感じでですね、着きました。これはもう箱ですから何もわかりませんので、ちょっと中の方をまず出します。はい。ですね、どっち、こちらを見たらわかりますね。こういう感じですね。もうちょっと無理してですね、買いました。これですね。まあ、中をちょっと開けてみたいと思います。まだ全然着いたばかりで、まだ中開けてませんのでですね。まあ、これがキャノンの EOS のキスの X7。ちょっと呼び名が間違ってるかもしれませんけど、X7 というタイプですね。まあ、値段的にはですね、これが、このタイプで一番ですね、お手頃価格というか、もうちょっと他のは、ちょっと無理でしたので、はい。こちらがですね、これは本体ですね。本体の正面ですね。後ろがこういう感じでですね。まあ、非常にこう軽いです。これにですね、カメラがですね、一応これは本体のみですから、カメラがですね、ちょっとついてますね。カメラがこちらになります。ちょっといろいろ名称がありますけど、すいません、まだついたばかりで分かりません。で、付け方もですね、まだちょっと分かりません。おそらくこうじゃないかと思いますけど。まあ、あとはですね、こういう資料というかですね、こういう、まあ、仕方とか書いてあるのが入ってます。はい。で、この中に、ちょっとこれだけ厚いんですけどね、この厚さを、まあ、ちょっと、やはり最初は4打が、反対ですね、すみません、4打がいいんでしょうね。これだけ、まあ一応、わからないとこから見るような感じしてます。あとですね、あと、これは、バッテリーですね。と、これがやっぱカメラですから、こちら大変ですから、首からかけるように、こういう、結構こう丈夫なですね、キャノンのこれがついてます。それと、これがパソコンにつなぐですね。こうでですね。で、こちらが、これが中に入るバッテリーですね。ですね。で、これとこれで、まあ、するような感じですね。あとは、写真の、方のですね、いろいろついてるのはこれですから、これにまた、撮るときは、ディスクをこう入れるような感じになります。まあ、こういう感じでですね、今回、始めたと思います。そしてまたですね、ある程度行きましたら、また途中で投稿していきたいと思います。まずはですね、商品をしっかり、使い方を勉強してですね、早く、ピクスターに投稿できるようにしていきたいと思います。まあ、こういうことで今日は終わります。ありがとうございました。